ゼレンスキー大統領は、さらに国際社会の反発がテロの責任者たちに効果を与える前に、ロシアがどれほどの人命を奪うかが問題だと述べ、早期の決断を促しました。こうした中、国連の安全保障理事会は、23日に緊急会合を開き、ザポリージャ原発の安全管理について協議すると明らかにしました。この会合はロシアが要請したもので、 原発の安全性を脅かしているのはウクライナ側の攻撃によるものだとの主張を展開するとみられます。